解釈改憲絶対反対。Thank you.
します。安倍政権は今国会中、来週の日曜日までに憲法9条を解釈で変えて、集団的自衛権の行使を認めようとしています。Thank you.
巻き込まれます。今沿道でお配りしているビラにも書かれていますが、ヨーロッパの NATO 諸国はイラク戦争の時に集団的自衛権でイラクに行って、それで とても多くの人が、死んでしまいました。日本の自衛隊もこういう風になってしまいます。集団的自衛権、これを解釈で認めようなんて、こんな動き絶対に止めましょう。解釈改憲で変え、集団的自衛権の行使を認めようとしています。